はい、皆さんこんにちは、こんばんは。よしでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、病院の動画を配信していきます。この動画でたくさんの患者さんやそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そしてね、皆さんこの動画をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆さんの血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て皆様よろしくお願いします。あと、より多くの入院患者さんの元にこの動画が届きますようにチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。はい、でね、今日は11月の26か、多分110日目だと思います。ありがとうございます。移植してからね、110日ぐらい経ってるんでしょうね、今日でね。まあこの通り元気が戻ってまいりましてね。といっても、まあ、今は元気なんですけど、ちょっとこれ裏がありまして、まあ、ちょっと裏じゃないんですけど、あのね、なんていうんですかね、前回撮影した日ね、109日目かな、ちゃうわ、107日目ぐらいかな、の時か、の時に、ご飯食べれましたよっていうね、この動画を何回か連動で出して嬉しかったなと思ったんですけど、その日の晩ね、それまで健康状態良かったんですけど、いきなりなんか体が冷えて、もう下痢がまたすごくてね、夜中中と言ってもいいぐらい、ベッドにおったのはほんのに 2,3 時間ぐらいかなって思うぐらい、ずっと夜トイレにこもっててピーピーでした。なんでなんでしょうね、謎のね、あんなに調子良かったのにね、食べ合わせが悪かったんかなっていうほどのこと、まあ病院食なんでね、食べ合わせが悪かったこともないとは思うんですけども、まあそんなことがあったんですけども、今こうやって元気にまた動画撮影できてるんでね、よかったと思います。あと今日はね、すごいご飯の食べ方って言ってるんですけど、あ、新たな食べ方をまた思いついてね、実行してたらね、ご飯食べれる量がね、まだね、増えました。それはね、まあ、タイトルにもあるように、のり玉を買い占めろっていう作戦なんですけど、病院のね、1階フロアにコンビニがあるんですけど、まあね、いつも行ってるコンビニなんですけど、そこでね、ふりかけのこうシャッシャッシャッかけるね、のり玉あるでしょ、皆さん使ったことあると思うんですけども、まあ、あれ切らないといけへんのちゃうかなと思うぐらいのね、超ロングセラー、ベストセラーの大人気ふりかけだと思うんですけどね、それをね、皆さん子どもの頃にお茶碗の上に かけすぎて大親に怒られたことあると思うんですよ。あんたまだそんなにいっぱいかけてとか、もったいない、食べる分量だけかけて食べなさいって言って、ごめんなさいって言って、まあでもしゃあないから、こうシャリシャリ混ぜてしてて、でもテレビ見ながら食べてるから、こう食べてはまたこう忘れて、ぼーっと見て食べてるうちに、何か気づくことなかったですか、その時にね。味変してないのに味変してるみたいな感じの、ご飯がふりかけによる塩分の浸透圧によってちょっとふやけて水分が多く出てきちゃってるよう感、でも味が薄くなってないよう感あるでしょ。それをね、思い出したんですよ。それでご飯を食べたら、これ食べれちゃうかなっていう、あの美味しさをこう体が思い出して、買い占めてやったわけですよ。白ご飯が出る日はね、それをやって食べてるんです。ほんなら食べれるんで
ですよ、これがめちゃくちゃ美味しい。だからそれで本当におかずのね、おかずご飯だけじゃなくて、おかずそののり玉のご飯のおかずと食べるのもあって、ある程度はまあ完食じゃないですけど、5分の1食べれたのが4分の5分の1ずつ食べられへんかったのが今3分の1食べれるようになってるとかね、なったりして、まあ、ちょっとずつなんですけど増えていってます。体重は相変わらず毎日下がっていってるんですけど、食べる量が増えてるので、元気な瞬間は元気な瞬間にちゃんとあるんですよ。ただやっぱこう浮き沈みもあって、食のことを考えてるときはいいけど、ベッドの上でぼーっとしてたら、あ、なんかそろそろほんまに早く治ってほしいなとか、まあ、それ早く治ってほしいのはね、やまやまなんですけど、ほんまに退院したいわっていう気持ちがすごい湧いてきてですね、なんて言うんでしょう、ざっくり言うと入院に飽きたっていうことですね。病気に飽きた、入院に飽きた、早く退院して外科に、外科医というか元の生活に戻りたいなっていう気持ちがこう膨らんできてね。まあでもそのいいことなんですよきっとね、そのいう風に気持ちになるのが。ただそのテンションがガガーンって下がる時があって、それがねこうほんまにこうなんか暗い考えになるんですよね。ずーっと沈んで、俺は何を考えてんねやろう、いいんかなこのまんまでとかね、そういう心理状態をこうなんていうんですかね、いろいろ調べていったらね、燃え尽き症候群ってわかりますか、その言葉にたどり着いたんですけどね。燃え尽き症候群っていうのは、一定の生き方や関心に対して献身的に努力した人が期待した結果が得られなかった結果感じる徒労感、または欲求不満、慢性的で絶え間ないストレスが持続すると意欲をなくし社会的に機能しなくなってしまう症状、一種の心症症、反応症、うつ病とも説明されるっていう燃え尽き症候群っていう風な内容がこれぴったりやなってね思って、これの入院に対する、病気に対する燃え尽き症候群やなといろいろ考えたんですよ、病院にね入院してる間ね。今こうやって考えてますけど、いろいろ考えて考えて考えて、こういう風にしよう、ああいう風にしよう、でも今できへん現状がある、なんやねそれっていう、俺このままでいいんかな、先生信用していいんかな、それはいいんでしょうけどね、そんな気持ちにすごくなって、このやっぱり浮き沈みが、心の浮き沈みが激しくなってしまうことがちょっとね多くなって、これ多分もう入院中やからこそのストレスだと思うんですよ。まあね、声に負けないようにちゃんと僕は頑張って先生の言うことを聞いて、薬も飲んで治療もしていきますんで、絶対復活するんでね、いつか家で撮影して、退院しましたよイエーイっていう時のね、皆さんに出会えることを楽しみにしています。といってもまあ飯食えたら退院やでって言われてるからもうすぐのことだと思うんですけどね、うん、ね、皆さん温かく見守ってください。まあ僕が頑張ったらね、きっとグッドボタンとチャンネル登録もいっぱいしてくれると思うんで、目指せ100万人、病気でも100万人、ああ言っちゃった、言っちゃったぞ。
チャンネル登録100万人病気でもいける、これはいけるいけるかな、いや、いける、絶対いけるまあどうなんだか分かりませんけど、僕は頑張っていきますんで、どうぞ皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします。ありがとうございます。僕は元気です。